どうもロードシルクチャンネルへようこそ、シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、コラボじゃねえな、もうもうコラボって感じじゃねえな。まあちょっと夫婦で開封していきましょう。はい、お願いします。はい、ということでユンちゃんとですね、今日こちらを開封します。ドン、ワンピースカードメモリアルコレクション。はい、うん、かわいい、かわいい、チョッパ。こちらをね、ワンボックス開封しましょう。61種類って書いてあるんですけど、カード種類はね、そんなに多くないですね。で、エクストラブースターと書かれてますね。まあ、ポケカでいう強化拡張パックみたいな、そういう感じかもしれない。いつものボックスとはちょっと違う雰囲気というか、少し変わった、効果の、カードも入ってるんですね。じゃあワンピースカード、ちょっとメモリアルコレクション今回開けていきたいんですけど、まあチョッパーがね、この前にいると。可愛くない？可愛い。しかもこのピンクのパッケージが可愛くて、うん、そうね、私もちょっと開封してみたいって思った。ああ、そうね、ワンピースカードの対戦はね、うん、2人でやってるんだけど、うん、こういうボックスの開封したことなくて。あ、そっかそっか。そう、うちのチョッパーが来た来た。あ、じゃあここで、ここで遊んでて。そう、スタートデッキから始まって、そこから自分でデッキ組むようになって、で一緒に遊んでたって感じなんだよね。カードショップ回ったりしたよね。ああ、そうだね、回ったね、うん、俺が紫ルフィ使ってて、ゆんちゃんが何種類か使ってたけど、ベロベティ、うん、赤ベロベティだよね。赤き、そうだね、あの革命軍のやつだね。まあ、今日は、なんなら一緒に開けてみようと。でユンちゃん自体がワンピースをね、ちょっとこう見始めたって感じなんだよね、うん、まあでもワンピースのキャラクターこんなのがいるなっていうのはもう分かってるって軽くね、うん、あとワンピースのさ、ネットフリックスの実写化とか見た、うん、そう、実写化も見たし、でこの間あの一百三条昼地獄かな、リューマっていうやつがいるんだけど、スリラーバックとかも出てるんだけど、そこの、生前の話、生きてた時の話みたいなのの、ワンピースの別作ではないんだけど、っていうのも一緒に見たりとかしましたね。あれ、鳥肌立ったでしょ。うええー、そう、まあ、そういう話とかね、魅力を結構俺も喋ってて、で一緒に見ようよみたいな、でワンピースカードやろうぜみたいな感じになって、こうなってるっていう感じでございます。まあチョッパー、可愛いし、メモリアルコレクションでね、まあ結構いろんな、なんだろう、そのワンピース知らなくてもワンピースカード始めたいよって人は始めやすいパッケージだと思うんで、ちょっと見てみよう、チョッパー。じゃあ開けていきましょう。最近ワンピースカードも面白いのはさ、フィルム系とかも出てんだよね。あー、フィルムレッドの、そうそう、フィルムレッドだけじゃなくて、今までの映画のキャラクターの、カードとかも出てきてるんだよ。うーん、そう、俺らが小学生の頃のワンピースの映画の、敵のエルドラゴとかね、そういうなんか本当に昔のやつらのカードもある。よし、イエイ、開けましょう。かわいい、かわいいね、かわいい。パックこんな感じになってますね。開けていこう。じゃあ半分、はい、やった。ワンピースカードもね、だからデッキ作って一緒に戦ったりとかしてるけど、こう一目見てさ、こう、うん、うわこれ最強だ、これ強えわ、うん、っていうのはまだちょっと難しいじゃん。うん、うん、なんとなく色によってコンセプトがあるんで、黒、うん、とかだと、コストを下げて KO してくるやつとか、そう、赤はパワーを増してくるとか、で紫はドン加速させてどでかいやつが出てくるとか、うん、なんかね、コンセプトがいろいろあるんだよね。なんとなく自分に合った戦い方を選べるっていう。めっちゃ頭使うけどね。めっちゃ頭使うね。その、うん、なんかドンを付与するのか、アタックしてからドン付与してどうにかするのかとか ね、 順番が意外と難しいっていう。じゃあちょっと俺から言ってみるか。はい。これにさ、リーダーカードは入ってるの？リーダーカードはいます。あ、いるんだ。あのリーダーカードは普通に各ボックスには全然入ってる。へー。例えばこれ、分かりやすいように裏向けてみる。裏向けて赤いる。あ、これリーダー、これリーダ ー、 おー、裏が赤はリーダーです。だからリーダーカード入ってます。あ、めっちゃ入ってる。そう、入ってる。ただリーダーカードが全てキラではないんで、んー、そう、ノーマルのリーダーもあるから。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからリアリティが多いんだね。じゃあ多い、マジで多いね。シークレットもあるし、パラレルとかで、やっぱりみんなが求めてるもので当ててーなっていうのはコミックパラレル。コミックパラレルは当てたら嬉しいね。後ろが、そう、漫画背景になってるやつ、うん、うん、で今回のここの、メモリアルコレクションの、コミックパラレルは、言わずもがなチョッパーです。チョッパーの名シーンがめちゃめちゃ後ろに書かれてます。だってまだあれだよね、アニメとかで見たりしてるけど、チョッパーがまだ仲間になってないもんね。そうなの。そう、めちゃめちゃいいシーン多いんで、チョッパーっていつ出てくるんだろうって。うーん、多分ね、カード振り返るとそのシーンが結構出てくると思う。その都度ちょっと説明します。はい、はい、それでは行きましょう。僕のとこからね、ワンボックス開封スタート。はい、軍隊ウルフですね。あ、5コス7000、普通に強いな。カウンター戦、これ軍隊ウルフは、インペルダウンっていう、
ものすごい、悪者だけが集まった、まあ、刑務所みたいなところにいる、やつ、監獄側のやつ、受刑者を逃げれないような、そう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 、やつですね。優秀なワンちゃん。ワンちゃんだね。狼か、狼だね、うん、ワンちゃんではないな、うん、犬かもしれないけど、ああこれね、我が雷、エネル、これ知ってるよ、エネル、わかる、あそこにいる、あ、そう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 、部屋にいるね、俺のフィギュアの、そう、これエネルっていう、空島ってところの神になろうとしていた男ですね、うん、あのゴロゴロの実っていう雷の実なんだけど、あのルフィあのゴムだから効かないっていう、うん、で神の天敵が現れたっていう、うん、エネルのデッキ強いって聞くけど、エネル黄色結構強いイメージなんだよね、黄色エネルか、うん、赤黄ベロベティがこういつも比べられてるイメージ、そうだね、ああこれ知ってるでしょ、あいた、これいたでしょ、ラブーンの、そう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 、そう、双子岬のね、クロッカスさん、知ってる、そう、これ見てください、下、元ロジャー海賊だ、あ、ほんとだ、海賊王のクルーなんでね、もともと1年間だっけな、だけ、繊維っていう、まあ、お医者さんをやってた、うん、クロッカスさんね、死人が出るぞ、つって誰だ、私だっていうやつね、言ってた、そうそうそう、面白い、面白いおっちゃん、うん、ああ、あ、ウェンズデー、そう、まあ、要はビビですね、うん、うん、ミスウェンズデーの SR ですね、サンコスの4000カウンター戦、ブロッカー、あ、優秀やん、うん、紫なんだね、ブルック、うん、あの骸骨のブルックの、うんうんうん、生きてる時、まだ人間だ、まだ人間です、へー、はい、まだ麦わらの一味じゃなくて、生きてる時なんで、ルンバー海賊だ、うん、そう、ちなみにこのブルック、これ生きてるでしょ、生きてる時に、この時に、時代のルーキーというか、なんか新人ですげえの出てきたらしいなって言ってたのが、海賊王のロジャーです、うん、そう、だからこいつが大先輩、ロジャーの、そうなんだ、そう、実はね、生きてる時、ブルーノ、あ、これほら、フィルムレッドにいたでしょ、え、覚えてる、ブルーノっていうやつがいて、そいつがこうやってちっちゃくなっちゃった、ほら、フィルムって書かれちゃう、ほんとだ、ブルーノね、うん、まあ、こんな感じでちょっと説明をね、交えましたが、これやったら多分2年間ぐらい動画が2年間ぐらい続くんで、全部教えてくれるから、はい、そのままちょっと飛ばし飛ばしでいきます、はい、気になるのだけいか、そう、これフォートリックス、なんか気になったやつ止めて、リトルウォーズジュニア、ちょっとキラキラだよ、これね、これはまあレアだな、へ、まあ、ポケガでもあるじゃん、レア、うんうん、レア、リトルウォーズジュニア、これね、白ひげの傘下ですね、何、これカード化されたんだ、ミスター2、ボンクレーっていうオカマのやつの、超名台詞オカマウェイ、んこれめちゃめちゃいいシーン、うわこれカード化されたんだ、てか強そうだな、これカウンターのドンマイナス1トリガー化しかも、自分のリーダーがバロックアクスを含む特徴を持つ場合、自分のキャラ1枚選ぶ、選んだキャラにアタックの対象変更する、あこれだ、アタックの対象変更するやつ、うんうん、どうなんだろうな、これアクティブにはさすがにできないと思うんだけどな、変更、これちょっと気になる、普通に運営さん教えてって感じ、詳しい方教えてください、教えてほしい、これフォートリックス、ドーマ、勇騎士ドーマね、シャーロット・フランペ、うん、ウルフ、我は雷、クロッカス、あ、結構やっぱ同じカードいるね、ドーマ、うん、悪い、俺、死んだ、上、バギーですね、うん、カリファ、ワピー、何、和の国のビンゴ、これも、うん、小紫ってやつにめちゃめちゃお金を費やしてるやつ、歯抜けのおじさん、歯抜けのおじさん、うん、そんなにめちゃくちゃメインキャラではない、ミノチワワ、速攻じゃんこいつ、自分のリーダーが特徴インペルダウンを持つ場合、ドンデッキからドン1枚レストで追加する、あー意外とやるな、あーめっちゃ名シーン、まさかのノーマルで出てくんだ、意義大、自分のトラッシュが30枚以上ある場合、自分のデッキの上から1枚までをライフの上に加える、へえおもろい、これ名シーンなんで、ここまで漫画いったらこのシーン泣けます、ルフィがねめちゃくちゃかっこいいから、ヤマト、はい、いいシーン、笑わないよってね、夢を笑わない時の名シーンですね、おでんの日誌を持ってます、お、おでん、リーダーカードですね、おぉ、光月おでん、和の国の侍、まあ大名になる予定だったね、光月おでんなんですけど、のリーダーカード、まあ多分今回入ってるリーダーカードの中では、この光月おでんが俺の中で一番強そうな気がする、ルール上自分の特徴和の国を持つ、カウンターを持たないキャラカード全てカウンター戦、いや、まあこれはね、デッキとして面白いと思うね、ダズボーナス、シャーロットコンポート、ブルックね、陽気だね、はい、ブルーの、あ、少ないね、こう見るとやっぱ種類、あ、今回のレア枠こちらです、シャーロット・フランペですね、これビッグマム海賊団の、子供なんだけど、本当にいらんことする性格のねじ曲がった子です、なんだけど今回の多分このボックスの中で結構いい方、当たりとして、え、これ結構当たりじゃない、可愛いね、すごいこう淡めなピンクで1コス1000、カウンター2000、うん、使
えるね。この時点で登場時自分のライフの上か下から1枚を手札に変えることができる。カード1枚。え、強っ。これ強いやん。効果も強いしさ、うん、カウンターに線でかいよね。でかい。やっぱ1コスのね、この強さというか、うん、めちゃめちゃいいやん。結構いい当たり引いたっぽい。あともうさーって見ていこうか。あー、プリンスベレットがいい。うわー、ここも見てほしい。いいシーンです。お前が俺に勝てるわけねえだろ。これ誰か倒れてんだけど、見れる？誰かわかる？これウソップなの。あー、そうなの。そう、これ ルフィとウソップ、あのマジで対決するシーンがある。あら、そう、喧嘩して、あらら、そのシーンですね。めちゃめちゃいいシーン。これもね、漫画で見ると泣ける。ここ俺好きなシーンです。さあ、他はブルーの、うん、ローマ、あ、スカーレットね。はいはいはい。あ、やっぱ少ない。うわー、ラグナラク。カイドウの技の中で僕が結構好きなやつですね。ビンゴ、ミノチワは。あ、うん、カード種類やっぱ少ないが、これはあれじゃん、映画の時で、フィルムレッドの時、うん、使いもしない剣がありますね。オッケー。あ、多分なんか2枚箱みたいな感じじゃなければ、うん、フランベが多分当たりだと思うんだけど、どうなの、そっち見てみよう。リーダーカードが2枚ありそう、うん、ね、あるね、うん、ミスターない。はい、もうパーッと見せていいよ。はい。おー、ローグタウンね。あ、ハンニャバルですね、リーダーカード。さっき言ってたインペルダウンっていう監獄の副所長、うん、めっちゃ悪役っぽいじゃん、うん、悪者感あるんだけど、こいつすごい市民のことを考えてる、ちゃんとした人。あと出世がしたいっていう口癖。自分のターン終了時、自分のコスト2以上の特徴インペルダウンを持つから1枚を持ち主の手札に戻すことができる。ドンデッキからドン1枚までをアクティブにする。あー、はいはいはい、ドン加速しながら、なんかこう、戻せるやつは戻せるみたいな感じ。遺像、ちょっと遺像を見ている。これ多分強えな。5コス7000、しかもあの遺像が銃じゃなくて刀を持ってる。自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン1枚を付与する。登場時ね、相手のアタック時、ターン1回自分の手札1枚することができる。自分のリーダーが特徴ワノ国か白ひげ海賊団の持つ場合、相手のリーダーかキャラ1枚をこのターン中パワーにする。強っ、強い強い強い。遺像強いね。ちょっと遺像避けとこ、強い。避けとく、うん、避けとこ、強い。シャンブルス、シャンブルス、ミスマス、ミスマス、ラブン、ラブン可愛いな。ヤマト、プリンスベレット、ガンホール、ビンゴ。全然気になったやつはもうぜひとも言ってくれれば説明するんで。はい、はい、え、びっくりした。あ、あ、あ、チャンパーだ。見てきた、パッケージの、うん、かわいい、かわいい。え、ちょっと見てみよう。うん、3コス4000のカウンター戦、うん、ブロッカーですね、うん、で、ドン ×2 でアタック時に使える。相手のキャラ1枚までをこのターン中パワーマイナス3000。おお、意外とやるな。マイナス3000でかいな。でかいね、うん、わたあめ大好きチョッパーですね。かわいいね、ピンク似合う。2つな、かわいくね。わたあめ大好きチョッパー。ウォンテッドって書いてある手配書っていうのがね、あのワンピースの世界にあるんだけど、その手配書で俺あそこにさ、ルフィのやつ貼ってんだけど、あれ5億なのね。チョッパーね、ずーっとね、50ベリーとか、へー、100ベリーとか、なぜなら危険性がないから。チョッパー拗ねないの、それで。チョッパー、100って言ってる。かわいい。かわいい。ちょっと拗ねてるんだね。なぜなら、こいつ、あのちゃんと、CP9 っていう政府の、あの武闘派の集団の強いやつ倒してるの、一人。へー。だから、チョッパー自体はちゃんとそこそこ戦闘力あるんだけど、うん、どんだけ頑張っても数百円しか手配書つかないみたいな。だからいつも頑張ったのにってしょげて。そう、チョッパー。かわいいね。チョッパーいいね。これかわいいわ。かわいい。あ、軍隊ウルフ。うん、結構一周回ったかあるね。お、ミニ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 。ハンブレット。パッ、ミニミニ。ミノチュアは痛い。そうだ。そしてラストの。いいね、いいね。あ、リーダーカードだ。キュロス。キュロス、めちゃめちゃ感動するんで、ここはもう追ってください。あの、見てください。起動メインターン1回、自分のライフの上から1枚を表向きにできる。相手のコスト0以下のキャラ、あー、0以下か。マイナス何千とかして、0にして KO は、まあありえるね。まあでもなんか、そうね、今回のリーダーだったらやっぱおでん使うかな、俺は。うん、キッドとキラー、まあ同世代の強いやつみたいな感じですね。ワン、ルフィと同じ世代のやつだ。おー、もうほとんど見たな。どう見たん、山。見たね。パンクリド。モンブラングリンケット、シャンブルズ、ミスマンデ、ヤマト、おー、ブルック、すごい、なんか良さそうよ。ブルック、 SR ブルックスね、3コス4000の黒だ。登場時、アタック時、相手のキャラ1枚までをこのターン中コストマイナス1、その後、相手のコスト0のキャラ、あ、強いやん。もう、なかなかやれる、ブルック。
紅茶を飲みながら音楽からですね、よほほほほって私ブルックと申しますっていう感じですね。両方の姿が見れたね。あ、そうだね、生きてるときとシャンドルでミスマンデラブーン、ラブーン、うん、成功。あ、ブルーのこれ覚えてる？あ、いたいたでしょ、うん、いた。そうそうそう、こいつ、こいつがちっちゃくなったとき、あれ、あ、うん、能力でちっちゃくなった。はいはいはい、ブルーなったね。そう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 、ラブーン、ガスティーノ、ヤマサン、オカマウェイ、お、最後なんだ。あ、エネルのやつだこれ、ライブを6コス6コスのイベントやん。メイン、相手のキャラ1枚を KO する。おお、強い。その後、自分のライフが1枚になるようにライフの上からトラッシュに行く。え、あーもうこいつだけは止めないとっていう時に使うんですね。トリガーの場合どうなんだ。お互いのライフの合計枚数以下のコストを持つ相手のキャラ1枚を KO する。あー、はいはいはい、どっちみち KO するんだ。そうだね、でも6コスでかすぎるな。だって次さ、うん、攻撃できなくない？まあそうだね、ね、うん、最大10枚だもんね、うん、これちょっときつい。入れたとしてもピン刺しだろうね、うんうん、そんな数枚も入れるようなものではないんじゃないかなと踏んでる。使うの難しそう。そうね、むずそう。はい、という感じでございました。ワンボックス開け終わりましたが、メモリアルコレクションってどういう意味合いで言ってんのかなってちょっとあれなんですけど、うん、まあでも本当にね、なんだろう、記憶に残るめっちゃいいシーンがいっぱいあった。ローグタウンってこれ懐かしいね。ここでゴールドロジャーは処刑されて、で、あの大海賊時代が来ましたね。オープニングで言ってるやつあるじゃん、あの欲しけりゃくれてやる、探せ、うん、ワンピースの存在を言った時なんだけど、そのロジャーが言ったのがこの街ですね。はい、ということで、うわすごいすごい。まあでも今回のあたりここだろうな。今回のあたり、シャーロット・フランペンですね、うん、ビッグマム海賊団の、まあちょっとわがまま娘、性格めちゃめちゃ悪い子、うん、このフランペが多分一番今回のあたりですね、って感じでございました。でもこれ可愛いね。可愛い。チャッパ。可愛い。また飴大好きチャッパ。はい、ということでね、メモリアルコレクション開けていきました。まあ、ワンピースやっぱさ、昔から名作だから、正直今からスタートちょっとな、見るのちょっと大変だなと思う方いっぱいいると思うんですけど、あのね、前話振り返るアニメのあのやつとかやってたりとか、今ね、全然追いつくチャンスなんで、あの本当にね、俺は見てほしいですね。もうちょっとでラストを迎えるのよ、ワンピースは。これね、リアルタイムで追えないのはもったいなすぎるから、うん、先にめっちゃ損してると思う、ね、いかにね、このワンピースというものをリアルタイムで味わえるかって、それがね、やるかやらないかで全然大きく変わると思うぐらいの対策なので、ぜひともあの皆さん今からでもいいんで、もうワンピース、主人公誰だっけ、あの伸びる人ぐらいの認知度でもいい、その感じでもいいから、今からでも漫画とかに見てみてください。おもろいんで一緒に追いつきましょう。ね、追いつこう、うん、やっぱね、楽しいですよ、ワンピースの話ができるようになると、うん、あいつってこうなんじゃないとかさ、そんなんができる。楽しそう。そう、めっちゃ面白いよ。一巻から今100何巻まで出たけど、そこまでずっとできるんですよ。20何巻のあのセリフってさ、みたいな、うん、まあ、同窓会みたいだね。同窓会ですね言ったら同窓会ですよ。まあ、このメモリアルコレクションもね、あのチョッパーが正面にいるね、だいぶ可愛いんでね、ここからワンピースカード始めてもいいんじゃないですかね。うん、始めやすいボックスになってるかもしれないです。可愛いんでね、まあ集めてるっていうだけでもいいしね、ぜひともあの買ってみてください。ということで、今回は以上になります。ということで、シルクとユンでございました。はい、はい、ということで、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは